見本切手とは、郵便料金全納の証として発行される切手の商品見本である。主に郵便事業体が郵便局や印刷局に新案判別のために配布したものであるが、切手収集家など一般人向けに配布もしくは販売される場合もあった。日本においては、見本または見本の文字が数理されていた。そのため見本切手とも表記される。日本の 日本切手の例見本切手は発行される切手と全く同じものであるが唯一相違する点として見本を示す文字が印刷されていることである。そのため郵便料金納付には当然使えない。切手が発行され始めた19世紀にはすでに制作されており、また万国郵便連合加盟国に対し各国有政事業体が新案判別のために配布されたほか、 一般へのプレビュー用に配布されたり、郵便局で商品見本として展示される場合もあった。現在でも多くの国々の郵便事業体で宣伝用に制作されている。見本を示す文字は、英語ではスペシメンであるが、日本語では見本もしくは見本であった。前者の場合、明治時代に漢方に掲載された切手発行の 低信奨励工事に添付されるなど古い時代に見られたが校舎は戦後になって郵政省が制作した日本切手に用いられた。また日本では郵政省の外閣団体の郵便文化振興協会発行の新切子解説書に貼り付けされる形で一般人も入手可能であったが日本優勢公社以降は切手における日本券そのものが制作されなくなった。 なお、日本における2010年代以降に発表された、プレビュー用の切手、はがき類に関しては、普通切手を除き、日本郵便の書体、および、額面部分はかつて製作されていた、NEC テストコイル切手のように、それぞれ日本線で抹消されている。ありがとうございます。